日本の F3 戦闘機開発が、日本、イギリス、イタリアで開発が加速する中、ロールスロイス社のジェットエンジンが実績もあり、主導権を握るとの情報をキャッチしました。今回は、この IHI 社製 XF9 の行方と F3 戦闘機開発最新情報を詳しく見ていきますね。世界は、目まぐるしいほどのスピードで兵器を開発している。日本は、遅れをとっている状況を打破したいところ。日本における現在の岸田政権は、政治的な立ち位置からしても、以前の安倍政権や、その路線を継承した菅政権と比して、特別に、安全保障の分野での取り組みに傾注しているとの印象はなかったが、現実には、大きな変化を断行した。これは、日本の防衛力の強化を打ち出してきた、保守本流の前の政権に比べて、岸田政権が起こった時期が、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を受けたことで、一気に、その機運が高まったという、好転的な要因の方が大きかったと思われる。そのため、各分野の指揮者たちの間でも、むしろ、政治的には、そこまで、日本の安全保障に、強硬な政策を掲げてこなかった岸田政権ゆえに、大きな反対勢力からの妨害を受けずに、その路線を強化できたと見る向きもある。いずれにせよ、非凡は、太平洋戦争の敗戦後これまでの間に、安全保障政策に、重きを置いた幾多の政権でも成し得なかった、大幅な防衛予算の増加に踏み切り、かつてない分野の兵器も、自衛隊の装備に加える方向で進んでいる。その最たるものとして、反撃能力の保有があり、射程距離で 1000km を超える各種の長距離攻撃兵器の開発及び調達が打ち出されており、政治的にも軍事的にもその方向性が大きく取り上げられる事態となった。それらが与えるインパクトがあまりに大きいため、むしろ他の分野の進展は世の耳目を集めることには成功していないようにすら見えるほどだが、航空自衛隊の次期戦闘機をめぐっても、かつてない大きな変化が起きようとしている。これは、航空自衛隊が、現在運用中の F2 戦闘機の代替機をめぐる次期戦闘機の問題で、2022年12月上旬、日本は、イギリスとイタリアとの3カ国での共同開発を行うと、正式な発表を行い、各国も、歩調を合わせて、同時に、その旨を認めた。この日本とイギリスとイタリアの3カ国によるプロジェクトは GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称され、その名称からも単なる戦闘機単体を共同開発するという目的ではないことが指摘されている。ただそうしたコンセプトが感じられる名称とはいえ、日本の場合は現行の F2 戦闘機を、イギリスとイタリアの場合は、同様に、現行のユーロファイタータイフーンを代替する戦闘機の製造をまず目指すことが、目的には変わりがない。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの正式な発表が、従来の日本の航空自衛隊の戦闘機の選択と比べて、どれだけ路線を変更したものであるのかは、これまでの期待を考えてみれば頷けるはずである。日本の航空自衛隊は、かつては、主力機と支援機という、区分で戦闘機を分類していたが、太平洋戦争の敗戦によって、航空機の国産化を制限されたこともあり、その調達は、いわば総主にたるアメリカの意向に従属していたと言えよう。そこでは、主力機は、アメリカ製のものを輸入やライセンス生産等であてがい、支援機に関しては日本とアメリカとの共同開発とすることで、あくまでアメリカの軍需航空企業に大きな利潤をもたらすという枠組みが用意されてきた。2023年現在で見ても航空自衛隊が保有、運用している戦闘機は F-15J イーグル、
F-35 ライトニングに F-2 の3機種であるが、主力機の前2種はライセンス生産と輸入、F-2 は共同開発と、すべてアメリカの思惑通りではあった。F-2 の開発に際しては、純国産化を求める動きも一部にはあったというが、長年、航空機開発を太平洋戦争の敗戦以後禁じられてきた日本は、どうしても機関部を自前で製造することができず、F-16 ファイティングファルコンをベースにしたとされている。まあ、この時期には、日本経済が最高潮だったこともあって、膨大な貿易での黒字を少しでも解消することをアメリカに迫られ、政治的な妥結として、その共同開発という選択を受け入れざるを得なかったとも言われている。日本が、自前で、戦闘機用の機関部を製造できない限り、どちらに転んでも、結果的には、アメリカやその軍需航空企業には、損はない構造が張り巡らされていたと言える形だが、確かに、一線級の戦闘機を保有できるという側面もあった。ことに、当時世界最強の星空戦闘機との呼び声が高かった F-15J イーグルを主力機に採用し、ライセンス生産を行って、総数で200機強もの数を配備した当時は、日本のいわゆるリベラル派からは、目の敵にされ、税金の無駄遣いだと、非難の声が上げられた。記憶に、新しいところでは、F-35 ライトニング 2A 型を105機、B 型を42機調達すると、決めた最近でも、そうした勢力は、アメリカの言い値でそれらを迫害していると、非難していたが、彼らが用いるロジックはいつも同様に過ぎない。されそんな状況下ではあった。が、F-2 戦闘機の代替機の開発をめぐっては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術的な協力を仰ぐことが大前提であり、これまで、同様に同社と組んだ共同開発になることが、規定路線とも考えられていた。それと並行して、F-2 戦闘機の機関部のライセンス生産も担当してきた現、IHI 社は、防衛装備庁と共同で国産の戦闘機エンジンの開発を進め、2016年には試作機の XF-91 を完成させ、カタログしながら推力15トン級を達成した。この IHI 社の試作機の XF-91 エンジンが出現したことによって、一時期は次期戦闘機開発にとって最も困難であるとされた機関部の国産化に、ついに目途がついたと考える向きも多く、悲願の戦後初の国産戦闘機の誕生を想起させた。しかし、同時に、2020年頃からは、日本の次世代戦闘機の機関部の開発には、イギリスのロールス・ロイス社と共同で、キレを行うことが報じられるようになり、イギリスが主導するテンペスト計画にも参画している同社の存在がクローズアップされ始めた。そして、その路線が次第に固まっていき、あれほど、強固に、日本の戦闘機開発に関しては、これまで、関与の姿勢を崩さなかったアメリカ側が、かなり、あっさりと、その立場を離れたことで GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが、本決まりとなった。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが、日本とイギリスとイタリアでの3カ国でのプロジェクトとなった最大の要因の一つは、日本とイギリスが求めている次期戦闘機の配備時期の一致だと召されている。日本、イギリスともに、その次期戦闘機の配備時期は2035年前後を予定しており、同じ西側諸国の中でも、アメリカやドイツ、フランスなどが志向している2040年代半ばという時期とは重ならなかった点が大きいと考えられている。GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの推進を、日本、イギリス、イタリアの各国が正式に公表した際には、
アメリカもこれを歓迎する意向をコメントで示しており、ビジネス的にも、その動きに関わらない姿勢が感じられた。日本の次世代戦闘機の調達予定数は、現行の F2 戦闘機を、そのまま同数程度で置き換える場合には、90機前後になると考えられているが、その数に、アメリカ側は、もはや、さして利潤が上げられるとは期待していないのかもしれない。ただし、個人的には、日本の次世代戦闘機は、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムによって製造される方向になったとはいえ、IHI 社が試作した XF91 エンジンが、その機関部のベースになる可能性は、低いのではないかと思える。イギリスのロールス・ロイス社は、ユーロファイタータイフーンをはじめ、テンペスト計画でも、機関部開発を主導しており、開発の実績に止まらず、実際の運用後の維持、メンテナンスについても、非常に、多くのノウハウを有している。そうした実力を鑑みれば、日本の次世代戦闘機についても、ロールス・ロイス社が主導する、機関部に集約するのではないと思え、IHI 社の、これまでの XF91 エンジンへの労力は、無駄にはならないことを祈らずにはいられない。